今日、あの、公演で発表があったと思うんですけど、さっきさんが卒業しちゃうことになりました。またチーム B から、また一人減っちゃいます。本当にチーム B 減っちゃう。10人ぐらいになっちゃう。今卒業しちゃう人たちがみんな卒業してたら、今のチーム B10 人になりますよ。チームが千秋楽を迎える頃には。 もう、これ以上減ったらよ、もう。どうしようもないです。もう、今はなんとか、10人いるからなんとかなるけど、でも本当に、10人になっても、ゆいさんとゆきりんさんはあまり出れないじゃないですか。それをこう考えたら、もう、ほぼ、もう、8人が、 <laughs> フル回転で回さないと公演もできない状態なんですよ本当にあまあそうだねあと研究生だけどなかなか研究生が出るっていうのはね研究生も研究生公演があったりとかするだろうしまあできればね普通にチーム B の子が出た方がいいと思うから普通にねまあでもみんなが 出れるなんて予定的に生きるのに出れないんですみたいなそういう子はいなくなるとは思うけど私は最終的にはシンポジアロって思ってますけどでもさっきさんはそう舞台舞台をめっちゃやられると思うし今も今もねこうでもそういうさ AKB っていう。 こう看板をこう背負って外の舞台でこう頑張ってくださるっていう、なんての。外向きに AKB っていうのをさ、背負ってさ、出てくれるってめっちゃありがたいじゃないですか。これからはさ、そういう、なんていうの ?AKB48 っていうのがカッコがつかなくなるじゃん。だから、ここまで舞台、 にこうケビの名前を背負っっててて出てくれるっていう人もまあ今までもいっぱい他にもいるけどでも特にサッキーさんがっていう印象がすごい強かったからだしサッキーさんはドラさんみんなからしたらママだと思うしそういう風になんか自分の舞台としての活躍もそうだし後輩のことを思って後輩に目をかけてくれたりとかなんかそういう。 こともずっとしてくれる優しい先輩だったので楽しいでもさっきさんは9月まではいらっしゃるっぽいので9月の頭の方まで